今レコードに針を落としたあなた、こんにちは。少年隊錦織です。東山紀之です。植草克秀です。今楽屋にいるわけなんですけども、まあ今年でミュージカルこの青山劇場でやるのは3回目なんですけども、一昨年がミステリー、去年がタイムナインティーン、そして今年のタイトルはおなじみだと思います、カプリッチョ天使と悪魔の協奏曲なんですけども、そうですね、僕なりにこの2年間を振り返ってみてですね、今回3度目のこの公演、1年目も2年目も僕なりに一生懸命演じてきまして、今回は役名が悪魔ということで、人間のですねこの本質にまあ迫って、なんか自由にこうなんていうのかな、演じられたっていうのが一つ良かったことがありました。それではこの辺でですね、今回のカプリッチョのですね、簡単なストーリー説明を東の方から言っていただきたいと思います。はい、まあ今回はですね、小南翔平というドジな探偵がいまして、植草君の心として良い心の僕が、そして悪い心の錦が天使と悪魔に分かれてですね、事件を解決していくんですけど、最後はですね植草君一人で事件を解決するというわけですね。はい、恋のストーリーもあります。植草は今回のミュージカルで女の子と踊るのだけは上手くなりました。その主役の植草君どうでしょうかね。みんな僕のことありがとうございました。ドジな探偵、ドジな探偵って言ってますけど、僕はこの役としては素直な探偵だと思うんですけど、自分で素直って言ってすいませんぞ、おい。それでですね、今回この僕は小南翔平っていう役をしたわけなんですけども、よくみんなに聞かれるんですけども、よくセリフ覚えられたねとかね、よくここまでちゃんときちっと覚えられたねとか言われるんですけどもね、僕は徹夜でね本を開いて覚えるってことで僕絶対できないんですよね。徹夜でファミコンですから、おい、まさら振るんだそんなこと。だからやっぱり立ち稽古なんかしてね、リハーサルしてる時にもうだんだん苦手ですね、それも覚えていくというね、そういうタイプの人間でして、まあとりあえずここまでうまくいったぞって感じなんですけど、まあ主役演じてみて、はい、どうですかね。本当に自分でもやったなって感じの役でしたんでね。難しかった部分は、まあ難しかった部分っていうのはこれと言ってないですね。ミュージカルに出てくるメンバーとかね、スタッフの人たちとかみんないい人ばっかりでですね、盛り上げてくれまして本当に感謝してるという感じです。はい、ではこの辺でですね、そのワンシーンを聞いてください。調子に乗ってデートを繰り返し、成績がガタ落ちし、落第したのはこの悪魔の誘惑のせいって。余計なこと。あれはひどい1年だった。ガールフレンドには逃げられるし。おごりな。軽井沢旅行した時、おばあさんに席を譲ってやったこと覚えてるかい？おばあさんに席譲って。あれは気持ちよかった。いいことじゃねえかよ。あの時のすがすがしい気分は忘れられないよ。おばあさんどうぞなんて。家庭こと言うなよ。人生は短いんだ。楽しんだは勝ちさ。そうだよね。あれ。人生で大切なのは勇気と思いやりだ。でもさ、しかし信じられないんだよ。この世に自分の分身の天使と悪魔がいるなんて。さあ、いるんだよ。ここに、こうして。はい、ということでね。どういうことなんですか。だから今聞いてもらったわけなんですけども、まあ皆さん少し分かってくれてる部分があるんじゃないかと。僕が演じている部分でこのセリフを聞いたらどういう動作をしてるかとか分かる、頭の中で分かるんじゃないか。そんなそうかなって感じなんですけどもね。まあ3人力を合わせてね、最高のミュージカルができましてね、本当に良かったと思う。自分が主役だから。はい、東はどうだった。そうですね、やはり7月まあ夏祭りみたいな感じで何年か続けていけたらいいなと思います。はい、まあ歌に踊りにもっともっと勉強してですね、もっともっとグレードアップしたショーをですね作り上げていきたいなと思います。はい、意識は、まあ僕らの夢というのはですね、こうした毎年恒例でね、こうやってできるって俺たちしかやってないなと思うから、うん、レールを引いてどん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 、こういったミュージカルとか、こう1ヶ月間長期なねお祭りをですね、この音楽界に広めて定着させていきたいと思います。どうもありがとうございました。それから新曲、ワッチャーネームの方もよろしくお願いします。それではまた、さよなら。さよなら。目を開けるんだ小南。ジュリアン、ジュリアンが踊ってる。小南、行け、行って一緒に踊ってこいよ。